たかし、入社した会社はどうだ？あ、いや、社長が遊んでばっかりで、本当に大丈夫かなって思う。本当に貴様は何もわかってないんだな。え？そんなことまでわからんとは。ごめんよじいちゃん。なんで急に怒ったんだろう。まあいつものことだけど。じいちゃん、俺のこと嫌いなんだよね。よくわかってないのに謝ってるんじゃない。そういうところだぞ、たかし。うぅ、じいちゃん、こういうの鋭いんだよな。今回ばかりは心底呆れた。お前のことなんて知らん。じいちゃん、待ってくれよ。またじいちゃんを怒らせたのかよ。相変わらずだな、たかしは。俺たちはこうして優秀なのに、どうしてお前はそんななんだ。ほんとほんと、私たちなんかお父さんから褒められてしかないわよ。怒られたことなんか一回もない。優秀な一家の中に凡人が紛れ込んじゃうなんて、哀れねえ。ほんとだな。凡人の家庭に生まれてれば、こんな風に言われることもなかったのに。まったくだ、哀れでしょうがない。俺は諏訪隆、22歳。俺のじいちゃんは大企業の社長。両親や兄貴もじいちゃんの会社に勤めている。ただ俺だけ就活で希望の会社に全部落ちて、じいちゃんに紹介された無名の小さな会社で働いている。はあ、俺もじいちゃんにいつか認められたいな。ねえねえ、スワン。何ですか社長。というか俺スワンじゃなくてスワですから。ああね。絶対分かってないでしょう。ところで何の用なんですか。オセロ。やりません。まだ何も言ってないじゃん。どうせオセロやろうって言おうとしたんでしょ。仕事しましょうよ。違うよ、オセロ買いに行こうって言おうとしたの。うちにオセロあるじゃないですか。いや、それがさ、あれにはあるんだけど。どうかしたんですか。のっぺらぼうな事情があるんだよね。社長、のっぴきならないです。聞いてくれる？またリンの勝ち。また師匠に負けた。最近誰にも勝ってない。最後に俺が勝ったの父さんかも。何年間勝ってないんだろう。もう一回、もう一回師匠。なあ、スモモ様。レオン、今のまんまじゃレオンは勝てねえ。誰にも勝てねえ。お、どうして。スモモ、また悪いこと考えてるでしょ。それは考えずにただ闇雲に戦ってるからマス。考えずにただ闇雲に戦ってるから。おい、頭を使って戦えます。おお、忍上手だよ、頭使うの。カッチャンコー。うおね、上手でしょ。忍、見て、レオンが泡吹いてる。うわー、レオンくんごめん、間違えちゃった。大丈夫だよ師匠。ところでスモモ様、もしかしてオセロで勝つ方法知ってるの。おい、スモモは知ってる。スモモ様、教えて。教えてやるマス。ありがとうスモモ様。これで。その指は？ビスコミッツ。その話乗ったよスモモ様。じゃあこれやる。ここに必勝法が書いてある。家に帰って守とやってみるマス。スモモ様、ありがとう。これで連敗から抜け出すよ。行ってくるね。バイバイレオンくん。またね。残念無念、また来週。あの紙何書いてあるの。トップシークレット。うおー、トップシークレットってかっこいい。リン、トップシークレット。とりあえずみんなでビスコ食べようぜ。今日は絶対守りに勝つよ。なんたって必勝法をスモモ様に聞いたから。俺黒ね。必勝法ね。ほら、守るからいいよ。はい、ここに置いたからここをめくる。って、あれ裏も黒。ちょっと、なにこれ。気づいた？これで俺絶対に負けることないでしょ。兄ちゃん、これ楽しいの？お、ってなったわけ。負けなくはなったけど、何度やっても結局勝てなくて楽しくもないから、
新しいのを買うことにしたの。黒の裏、黒く塗っちゃったからさ。今まで使ってたのは練習用にする。何してるんですか。ん、ちょっと待ってください。負けなくなったって勝ってないんですか。おう、同点。社長、勝つより同点の方が難しいんですけど。早く行こうよって言って。言いません。兄ちゃん、変なことしてないで仕事して。わあ、めんどくせえ。やろっか。本当にめんどくさそうに言わないの。うちの会社、曇り工業の社長のレオンさんはいっつもこんな感じ。社長の弟で副社長の守さんは常識人だけどね。お、そうだスワン、昨日一緒に見に行った会社あるでしょ。あそこと取引する予算立てといて。え、あんな小さな会社とですか。うちだって小さいじゃん。ってことでよろしくね。あ、ちょっと兄ちゃん、どこ行くのさ。ああ、もう本当に大丈夫かな、あんなに小さな会社。大丈夫だと思うよ。え、マモルさん、今日もう一度俺と行ってみようか。はい、こうして俺はその会社にもう一度行くことに。昨日兄ちゃんはどこを見てた。見てた場所、部長さんの方をじーっと見てたような。でもあれ、部長さんの机に載ってるスカットマンのフィギュアが気になってたんだと思います。それあるかもね。だから俺、他の場所を見るようにしてたんですよね。じゃあ今日は部長さんのことを見てみよう。はい。おーい、この資料作ったの誰だ。うわ、これきっとミスがあったんだよね。説教が始まるのかな。私です。ケン君、君か。よくできてるじゃないか。明日君がプレゼンしてみろ。え、私がですか。まだ入社して2年目。年齢なんて関係ない。仕事ができるやつにどんどんチャンスをやらなきゃな。大丈夫、お前ならできる。緊張するなら俺が一緒に練習付き合ってやるから。ありがとうございます。あ、何か気づいたことあった。そういえば昨日も若手社員の意見採用してたかもです。多分兄ちゃんはあの人を見て取引を決めたんだと思うよ。下の人の意見を吸い取り、年齢関係なく重用しようとするあの人を見て、いい会社になると判断したんじゃないかな。なるほど。社長、そこまで深く考えていたのか。今まで俺、あれだけレオンさんに連れ回してもらってるのに、今まで何やってたんだろう。まあ兄ちゃんは直感に頼ることが多いからさ、自分で兄ちゃんの直感を言語化する練習をすると勉強になると思うよ。なんて、そんな偉そうなこと言える立場じゃないけどさ。あ、ありがとうございます。マモルさん、勉強になります。大げさだって。これはじいちゃんにあんなこと言われるのはしょうがないや。今まで何やってたんだろう。帰ってじいちゃんに謝ろう。ただいま。あれ、父さん、父さん、しっかりしろ。お父さん、しっかりして。じいちゃん、どうしたの。わからない、今急に胸を押さえて倒れて。とにかく救急車を。そして俺が救急車を呼び、じいちゃんは病院へと運ばれた。じいちゃんは心臓発作を起こしていた。なんとか今回は無事だったが、じいちゃんの心臓はかなり弱っていて、今度心臓発作を起こしたらアウトだそうだ。じいちゃん、うぅ、じいちゃん、何してるの。起きちゃダメだよ。うるさい、そんなことより仕事は。事情を話して休ませてもらったよ。ふざけるな、わしは平気だ。さっさと仕事に行け。いや、興奮しちゃダメだった。いいから行け。こうして俺はじいちゃんに病室から追い出されてしまった。ん、何してんだたかし。あ、父さんたち、じいちゃんに会いに来たけど追い返されちゃって。まあそうよね、お父さんも体調悪い時に。無能なあんたの顔なんて見たくないわよ。ストレス溜まって仕方ないでしょ。そうだぜ、優秀な俺たちが行って、たかしのせいで溜まったストレスを軽減させてやらないとな。父さん、来たぞ。ああ、来てくれたのか。
俺の時と全然じいちゃんの態度が違う。やっぱり俺がストレスかけちゃってたんだな。もう来ない方がいいかも。そしてそれから俺は病院に行かず仕事に没頭した。それが一番じいちゃんが望んでることだろうから。レオンさん、今日の取引先一緒に行ってもいいですか？スーワン、最近やる気だね。はい、やらなきゃいけない理由があるんです。少しでも仕事ができるようになってじいちゃんを安心させてあげたいから。じいちゃんには嫌われてるけどさ、俺はじいちゃんのこと大切に思ってるから。無理はしすぎないでね。はい。そして半年後、じいちゃんは再び心臓発作を起こして帰らぬ人となった。じいちゃん。よっしゃよっしゃ、遺産が入る。よっしゃよっしゃ、やったわね。ちゃんといい嫁演じといたから素敵な遺産をもらえるわ。本当にラッキーだぜ。なんだよ、じいちゃんが天国に行ってすぐに遺産の話なんて、さすがにひどいんじゃないのか。なんだ嫉妬か。お前がろくな遺産をもらえないからって。まあ仕方ないよな、無能なお前にはあそこがお似合いだ。あそこ、実はね、お父さんから遺言状を預かってて、私たちには豪邸、あなたには、いや、自分の目で確かめた方がいいわね。はい、これ鍵と地図。見たらじいちゃんにここまで愛されてなかったと知って泣くかもな。お前は今日からそこに住め。うちの豪邸には入れないからな。一体じいちゃんは俺に何を残してくれたんだろうか。そして地図を頼りにしてその場所に行くと、小屋？そこに立っていたのは小さな小さな小屋だった。そうか、ここまでじいちゃんは俺のことが嫌いだったのか。まあ無能な俺が悪いからしょうがないか。でも今日からここに住むのか。笑っちゃうくらいボロボロだな。ん？困ったらここを押せ。なんだこのボタン、押してみようかな。えい。え？なんだこの大量の金の延べ棒。おりゃ、押しちゃったか。兄ちゃんが迷子になるから。でももっと素直になればよかったのにね、ケンゴロウも。兄ちゃん、ゴロウさんね。え？社長、マモルさん。おい、ケンゴロウからスワンへの手紙。じいちゃんから俺への手紙？なんで社長がそんなものを。いいから読んでみてよ。はい。お前は醜いアヒルの子だ。何これ、しょっぱなから悪口。たかしの両親と兄はどうしようもない。だがお前が生まれ成長するにつれ、たかしには経営の才能があることが分かった。人間性も両親と兄と違って真っ当だ。え、じいちゃんが俺のことを褒めてる。そんなたかしだからこそ今まで厳しくも接した。期待していたからな。あの三人には期待していないからあんな風に優しく接してたんだ。それに就活の際全社不採用になったのはわしが裏から手を回したからだ。実は全て内定をもらっているはずだったんだ。なんだよそれ、なんでそんなことを。わしは会社の後継者に悩んでおった。たかしならわしの後を継いで経営者として社員を任せられると思った。だからうぐもりグループに入社させ経営のいろはを学ばせたんだ。うぐもりグループ？何言ってるんだ、俺が入ったのは曇り工業。ごめんね、嘘ついて。俺うぐもりレオン。俺はうぐもり守る。もしかして天下のうぐもりグループのうぐもり兄弟。うん。どうして曇り工業だなんて。五郎さんがうぐもりグループに入れたと知ったら高志くんが慢心するって言うからさ。それに嫉妬した両親やお兄さんに何かされたら面倒だからって。そうだったんですか。ほら続き読んでよ。今思うとわしは、たかし、お前には厳しく接しすぎたと反省している。でも今さら変えられなくてな、本当にすまなかった。わしはたかしのことを宝物だとずっと思っておった。それだけは忘れないでくれ。それと小屋のボタン、
お前が本当に困った時に使ってくれ。幸せになれよ、たかし。ちえちゃん、そうだったんだね。俺の方こそごめん。醜いアヒルの子。じいちゃんは童話の醜いアヒルの子のように俺が白鳥になれるとでも言いたかったのかな。後で聞いた話だと、じいちゃんとうぐもり兄弟は昔一緒に仕事をしていたそう。その縁があって俺のことをうぐもり兄弟に預けたようだ。その後俺はうぐもり兄弟に助言をもらいながらじいちゃんの会社を継いで経営することに。ちなみに両親と兄貴はというと、遺産があるからと会社を辞めた。こんな豪邸に住めるなんて幸せだな。ねえお父さん、死んでくれてありがとう。母さん素直すぎんだろ。まあ俺も激しく同意だけど。俺もだ。そういえば相続税とかってあるの？ああ別に払わんでもいいだろ。それもそうね、バレないバレない。よし、遺産生活満喫するぞ。結局催促を受けても相続税を払わず、最終的には国税庁に家を差し押さえられることに。なんで、なんでこうなるんだよ。家を国税庁に取られるなんて。相続税払って家を取り返そうぜ。そんなお金もうないわよ。豪遊しちゃってすっからかんだし。そんな本当に家を手放さないといけないのか。なんでこんなことになるんだ。こうして三人は一文なしで無職になり、住む場所も失った。今は段ボールに豪邸の絵を描いた家で暮らしているそう。本当に哀れだ、この結末。そういえばじいちゃんからの手紙にも書いてあったや。愚かな三人はきっとこうなるだろうから見とけって。じいちゃんの予言通りになったな。そして一年後、俺はなんとかうぐもり兄弟の力を借りなくても会社を回せるようになってきた。もちろん時々相談はしているけどね。じいちゃん、俺少しはじいちゃんの期待に応えられてるかな。慣れてると思うよ。レオンさん、どんどんいいオーラが出てきてるから自信を持ってよ、たかしくん。マモルさん、ありがとうございます。ちなみに五郎さんって俺たちといるとたかしくんの自慢ばっかりしてたんだよね。そうそう、わしの孫可愛いだろうって、スワンの赤ちゃんの頃の写真いっつも見せてくんの。 Kindle なんだよね、ケンゴロウ。兄ちゃん、ツンデレ。 Kindle は電子書籍のやつだから。あっちょんぶりけ。じいちゃん、そんなに愛してくれてたんだね。ありがとう、じいちゃん。スワン、お腹すいた。ご飯でも三人で食べに行く？いいですね。またね、じいちゃん。さあ、行きましょう。うわぁ、めんどくせぇ。よっかぁ。こうして、俺はまだまだだけど、少しずつ一人前の経営者に近づいてきている。いつか、じいちゃんやうぐもり兄弟と肩を並べられるような一流の経営者になるのが夢。いや、なるんだ。じいちゃんの期待に応えるために、じいちゃん、天国から見ててくれよ。天国で、わしの孫はすごいんだって自慢させてあげるから。